日本でも成功例はまだ3件と聞いています。そこで今回はこの分野の第一線で活躍している先生をお呼びしました。どうぞ。今回このがん細胞摘出手術を担当します岩佐と申します。何かご質問ある方どうぞ。大阪日日新聞です。はい、どうぞ。今回の手術の話を聞いてどう思われましたか？話をいただいたときはカルテと書類だけでしたので気がつかなかったんですが、まさか女性のアイドルの方だとは思いませんでした。最善を尽くしたいと思います。いや、アイドルじゃなくても最善は尽くしますが。よろしいですか？はい、富田林タイムズです。どうぞ。今回岩佐先生を選ばれた理由をお聞かせ願いますか？私ですね。どうぞ気を使わずに。本人を目の前にして言うのもなんなんですが、関西で一番結構ミスがないってところですかね。結構ミスがないですか？皆さんが思ってる以上に。ちょっと意味がわからないんですが、ちゃんと聞いてくださいね。皆さんが思っているミスをする確率が5なんです。僕は4なんです。ただアイドルですから 4.5 になるわけです。お分かりいただけましたか？やればできる子なんです。そう難しいですね。分かりました。ここに1匹のノウサギがいるとしますね。これを5とします。そこでウサギがぴょんぴょん4。アイドルですから 0.5 プラスされて 5.5 です。どうですか？他にどなたか。ひらかたドスコイネットワークです。はい、ドスコイさん。この分野の第一線で活躍している先生とお聞きしましたが、先生はどちらの大学病院もしくは医療機関の方なんでしょうか？八尾南産婦人科です。八尾南産婦人科。この笑顔が大好きです。素人なんで詳しいことはよくわからないんですが、なぜその八尾南産婦人科産婦人科の先生ですか？今まで52人の子供を取り上げてきました。お、そうなの？いや、何人かは失敗しましたけど。失敗は4回です。失敗は4回です。八尾南産婦人科。でもアイドルでしたので 0.5 足して 4.5 回です。産婦人科の先生だったんだ。ガン大丈夫？なんとなく。大和川ジャーナルです。はい、どうぞ。今回の手術大丈夫なんでしょうか？さあ